ちは。テレビアニメ進撃の巨人でヒストリアレイスを演じております三上しおりです。そうですね、10年の長い歴史にわたって進撃の巨人アニメをお届けしてきたわけなんですけども、それがいよいよ本当の本当にラストを迎えるんだなって思うとすごく寂しい気持ちもいっぱいですけれども、早く私も見届けたいっていう気持ちの方がちょっと強いですね。はい、そうですね、印象的なシーンはすっごくたくさんあるんですけれども、その中で特に印象に残っているというと、ライナーとベルトルトが壁の上でエレンに自らの正体を明かすところが、もうアニメで見た時ももうすごいし、まあもうね、原作でも拝見してたんで知ってはいたんですけれども、もうなんかしびれましたね。演出とこうアニメならではの演出もあって、なんかもう忘れられないですね。皆さん、進撃の巨人がいよいよもう完結編後編を迎えるということで、皆さん本当に待ち望んでいたかと思います。私も一ファンとして放送をすごくドキドキワクワク心待ちにしているので、皆さんと一緒に楽しんでいけたらなと思います。よろしくお願いします。テレビアニメ進撃の巨人ファイナルシーズン完結編後編は NHK 総合にて2023年11月4日土曜日24時よりスペシャル放送です。ヒストリアレイス役の三上しおりでした。